こんにちは、ママライフチャンネルです。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もママライフチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、いよいよ2021年が始まって、去年はコロナの影響もあり、ママライフの活動も制限される部分が多かったんですけど、今後もコロナの影響はどうなるかわからないですが、万全な対策をしながら前向きにいろんな活動をしていけたらと考えています。で、去年紹介した4期生もね、新たに加わって、また新しいママライフチャンネルをお届けできると思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思っています。そして今回はママライフのオフィシャルモデルの皆さんに今年の目標や抱負を話していただくので、そちらをぜひご覧ください。どうぞ。ゆあちゃんです。あさみです。あけましておめでとうございます。私の抱負はじゃん、はい、たくさん思い出を作る。2020年はコロナであまりお出かけができなかったので、今年は落ち着いたらまずディズニーに行きます。はい、ジャンパンマンにも行きましょう。はい、せーの、今年もよろしくお願いします。バイバイ。みーきです。あけましておめでとうございます。今年の抱負はじゃーん、元気です。今年も大きな怪我や病気をせずに、去年よりももっともっと楽しいことに挑戦していきたいと思っているので、今年の抱負は元気にしました。頑張りたいことは何ですか？映画。おお。ねえ、トミカがやりたい。トミカ？お名前の車やる。トミカの絵本のひらがなを練習するってこと？あ、そうそう。あ、オッケー。バイバーイ。お願いします。今年もお願いします。ロウスケです。おたたんでーす。ロウスケです。ナナエです。明けましておめでとうございます。今年の目標はじゃん、時間を大切にするです。家族の時間も自分の時間も大切にして、もっと充実した日を過ごせるように頑張りたいです。おーちゃん、はい、どっか行きたいとこありますか？スキー場でスキーをしたいです。おー、じゃあヨーちゃん。ユニバです。おー、ふるちゃん、どっか行きたいとこある？ブランコと学校学校自転車乗りたいです。それでは今年もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ハエトです。ユホです。あけましておめでとうございます。今年の抱負はじゃん、明るく楽しい年にするです。去年はコロナの影響でしたいことができなかったり、残念な思いがたくさんありましたが、今年は楽しい思い出をいっぱい作れたらいいなと思います。私の地元の鹿児島に去年会えなかったジージとバーバに会いに行くことと、綺麗な海で泳ぐことです。あとハルトの大好きなボウリングをたくさんできるといいです。ハルトのボウリングで頑張りたいことは何ですか？じゃあストライクをいっぱい取るように頑張ってください。うん、今年もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。アコです。アサミンです。アサミンです。あけましておめでとうございます。2021年今年の目標はじゃん、マイホーム。夢の一軒家に住めるように頑張っていきたいと思います。そしてアコの目標はじゃん、ディズニーランド。去年もディズニーランドに行きたいと言っていたんですが、
コロナで行けなくなってしまったので、今年は落ち着いて行けたらいいなと思っています。じゃあ今年もよろしくお願いします。リアンです。ねえです。ママです。明けましておめでとうございます。2024年の目標は字がうまくなりたいです。4月から小学生なので勉強と字の練習を頑張ります。れいくん、れいは炭治郎みたいに強くなります。はい、スイミングを習います。ママの目標は何ですか？はい、ママの目標は自宅サロン4年目なので、もっともっと勉強して綺麗な人を増やします。はい、せーの、今年もよろしくお願いします。バイバイ。おめでとうございます。2021年の抱負はこちらです。お勉強を頑張ります。私、ひなたくんは幼稚園年長さんになって、ひよりちゃんは幼稚園入園するんで、お勉強を頑張りたいと思ってます。はい、去年、はい、幼稚園ではお勉強頑張ってくれたんですけど、お家ではちょっと全然お勉強ができなかったので、お家でお勉強を頑張りたいと思ってます。お勉強頑張れる人、はーい、はい、じゃあお家でお勉強頑張ろうね。うん、今年もよろしくお願いします。2021年明けましておめでとうございます。あつきです。ここね、あるです。じゃあ今年頑張ることを発表してください。野球を頑張ります。ヒットを打てるように練習をします。はい、じゃあ今年も引き続き野球を頑張りましょう。じゃあ次、ココちゃん。ダンスを頑張ります。ちょっともう一回。ダンスを頑張ります。はい、じゃあダンスをココちゃんも頑張ります。独創的なダンスを今年もいっぱい踊ってください。じゃん、今年は飛躍の年になるように頑張りたいと思います。まだまだコロナの影響がたくさんありますが、みんなが平和で元気に過ごせる1年でありますように。引き続き笑いと癒しをたくさんお届けできるように頑張りたいと思います。今年もよろしくお願いします。バイバイ。ということで、2021年のママライフの活動やママライフチャンネルを楽しみにしていてください。